推薦4割、共通テストなし25%の国立大学、室蘭工大です。室蘭工大の理工学部560人のうち、一般前期で230人、後期110人、総合型140人、学校推薦型90人ということで、えー、推薦が4割、共通テストを課さない総合型で25%取っているという状態でございます。 共通テストを課さない総合型選抜ですが、えー、基礎学力検定数学と理科の試験それから面接自己推薦書で調査書で320点これで11月1日には合格確定でございます総合型選抜2の方だと数学だけ面接自己推薦調査書これで合格なんですね 学校推薦型選抜90名は共通テストを課してますが、数学と理科だけです。で、これは共通テストを課してますので、2月9日に合格発表。さすがに一般選抜は5教科7科目ですけれども、この学校推薦型選抜も共通テストを課しているとはいえ、数学と理科だけである。そして、総合型選抜は数学だけだったり、数学と理科だけ。まあ 調査書とかですね、最低限の学力はきちんと見てるとは思うんですが、もう推薦で4割、共通テストなしで25%取っている。だからダメだっていうつもりはなくて、これ、島根大学も同じ状況なんですね。推薦35%、共通テストなし25%なんですよ。で、この島根大学とか室蘭工業大学というのは、共通テストの結果で、 入りたい大学の序列を作られちゃうと、はっきり言って国立ではほぼドベになります。だから、最も学力の低い国立大学志望者しか来ないわけですよ。面白くないですよね。ですから、総合型選抜で、本当に室蘭高大に入りたい人を年内に取っちゃいたいという私立大学と同じような気持ちになるのは、すごくよくわかる。で、どうしても室蘭高大に入りたいっていう人が、そんなに多いのかと。 島根もそうなんですが、上位国立大行きたい人は、まあ、残念ながらこれで年内には合格してくれない。とはいえ、点数競争の下しか来ないという状況よりは、良い学生が集まってくれるのだろうということで、推薦の比率が上がっています。推薦の比率が高く、共通テストを受験しなくても入れる割合が高いから、国立大学の中でもこれらの大学がダメだ、なんていうつもりは一切ありません。 自分たちの大学が欲しい学生を取るために知恵を絞った結果なんですね。しかし、公立大学はもっと進んでますからね、推薦が多いところ。という状況なんで、これを悪いというつもりはなくて、いわば、この室蘭工業大学や島根大学で起きてることっていうのが、地方国立大学の最先端の動き、すなわち、徐々にこういう大学は増えてくるだろうと思います。都会の高校生は都会の私立へ入ったら満足なので、 地方国立にはわざわざ来ません。ですから、地方国公立大学の中には、かなり受験者を減らしている大学もあります。まあ、偏差値も下がる。受験者を減らすということは、優秀な学生も来ない。まして、優秀な学生がどんどん都会から来なくなっているという状況の中で、点数競争だけやって、一番下の層だけ取れているという状況から、共通テストから離脱し、優秀な学生が欲しいという作戦に変わっていく。 これは室蘭工大のやり方が悪いとかダメだとか劣ってるっていう話じゃなくて市場のニーズの変化に対応した結果国立大学もこうなっていく東大、京大の推薦とは全然種類が違うわけですねいよいよ私は次第三教科型国立が現れないのかなと思ってます私立にはもうありますね要は東京や関西の有名次第に行っちゃう受験生は地方国立来てくれないんですから まあ、滋賀大経済が同社に合わせてるようなもので理科数学英語室蘭高大のようにもう開き直って理科と数学の学力だけで一般で取るターゲットになるのは芝浦工大とか言っちゃうような都会の受験生に対して3教科2教科で一般でくるっていうことを僕が室蘭高大だったら検討し始めるかな。 あの岩手とか山形といったあたり秋田といったあたりでも徐々にきつくなってきてるとは思うんですよそういうところではもう地方の子は国公立で行くために6教科8科目頑張ってくれるんですけど首都圏の中堅高校がどうせ東大入れないし共通テスト頑張るわけがないんですねなので芝浦とか東京都市大とかマーチとか日大理工あたりに3教科で入る受験生を狙って 一般三教科をやるべきじゃないのかとこの数学と理科だけの推薦っていうのはもう事実上その状態ですよね。まして年内に決めたい子には総合型選抜もあるわけで総合型選抜で理科と数学さえできればこのタイプの入試これ10月に試験やって11月1日合格発表ですから都会の私立大学志望の人は十分獲得できるかもしれない。ということでこの 国立大学であってももう年内に決めたいっていう受験生の教皇、ニーズがある、特に次第平安組ですね。まあ、そういう動きの中で室蘭工大は現在こうなっている。室蘭工大自体は航空宇宙工学強かったり、別に教育、研究、就職は国立大学工学部らしく極めて優れております。あとは、その全国から来るのかっていうあたりが徐々に厳しくなってきてるんで、まあこういう入試対策になってるんだなと。この動き。 すべての国立大学が追随するわけではないとは思うんですが、それこそ島根大のように、本当に来てほしい受験生を取るためには工夫をし始める、探求頑張ってる地方進学校にとってはおいしい入試だとは思います。問題は、ここまでやっても都会の子が来てくれるかどうか、芝浦高大に勝てるかどうかですね。これはとても注目です。